さん広式おかずしてるよ。こっちっちちゃうわ。こういうので入れるんちゃう。舞台は東京ピロシキーズです。まあご覧いただいたら分かる通りですね、本日は料理をさせていただくわけでございますね。そうでございますわよ。なんでや、なんとは誰なん。なんとは誰なん。こっち上沼恵美子やねんけど。さ、中庭さん、本日は何を作られるんでしょうか。今日は見ての通りクリームを作らせていただくことになりました。あのクレープみたいなものでございますね。そうですね、クレープでございますわよ、うんうん。まあ多分この動画を見て皆さんはアリちゃんって料理できるのって思ってる人がいっぱいいて、ブリーになんか作れるのって思ってる人いっぱいいると思うね。私も思っております。作ったことない。でも料理をね作る時ってコメント欄がちょっとね、なんかあここが違うここが違うみたいなコメントがいっぱいあるよね。めっちゃ来る。まあなんかあらかじめねもうコメントが来る想定で言いますけどもね、うるせえ、私たちの食べたい通りに作らせる。それではまずは卵を、あ、卵の方ねちょっと取ってきますよ、ここに置いて、ね、準備が悪ございまして。卵を2つ割って、はい、それではちゃんとしっかりと泡立てていってくださいませ。まあこのブリーニっていうのはね、あのクレープなんですけど、クレープなんて日本にもありえないのって思うと思われるんですけどもね、クレープは薄くて甘いけど、これは分厚くて甘くないやん。え、甘くないって。これもあの作り方によって塩入れる人と砂糖入れる人で分かれるというか、私は塩を多分入れる、甘くない、なんやろ、まあデザートにもなるんやけど、なんかそのクレープを蜂蜜につけたり、肉を包んだり、キャビアを包んだりとか、サワークリームつけたりとかね、まあ何と食べるかなんてみんな思うの自分で考えて食べてください。そのクレープやから、要はでもなんか基本的には生地が分厚くて日本で思われるような甘いやつではない。結構ロシアの国民食やね。ロシアの料理って言ったらみんなボルシチとかピロシキとか言うけど、ピロシキよりもビリネ食べる回数の方が多いな、ロシア人。ああ、でもそれはほんまに朝とかもほとんど出てくる。基本的には家族と一緒に食べるっていうのが基本。あんま一人暮らしで作る人もおるけど、まあ、基本は家族みんなで食べるものって感じやから、まあみんなとのコミュニケーションをするために結構食べたりすることも多い。はい、じゃあそろそろこれ卵結構ね溶きましたよ。ほら結構もうこのくらい、もうしっかりと黄身と白身が混ざった感じですね。でここで小麦粉、これあの100今6、足りてないよ。何 100g やね、 100g、 さっきだってこれ 15g ぐらいあったよ、皿が。細かいことせんでもええやないの。それではその小麦粉を中にぶち込んでいきたいと思います。ぶっこみぶっこみぶちぶち込み。ちょっと待って、そのまま入れるの。こういうので入れるんちゃん。あ、そうや。あんね、とりあえず一生終わらへんやん。一生終わらないので、あのとりあえずちゃんとこしてください。こすやつある人はこしてください。もうダマにしてもっていっか。ダマにします。ダマにします。こしてるやん、大丈夫。いいね、気合いや。硬いで、結構もっと入れるもん。ほんまはダマにならんようにこしながら入れます。私たちはめんどくさいんで、もうそのまま。はい、それでは全部入れました。入れます。はい、重曹開けます。いや、全然赤いんじゃないのこれ。いや、この重曹をね、ティースプーンの先っちょにのせるぐらいよ。先っちょにのせた感じの量を、あれやな、我慢汁ぐらい。そうね、牛乳はいつ入れんの。でそろそろ牛乳入れんと、これきついねんけど、回すの。もう堪忍ぐらいですね。で牛乳はね、卵2個に対して小麦粉が 100g に対して、こちらは 250ml。 どれが知ってんの。電子レンジとかで30秒ぐらいチンして入れた方がね。少しずつ入れていきますね。ダマもなくなってきたところで、最後の残りのミルクを全部出していきたいと思います。
すごい水っぽくなりましたよ。はい、それでは砂糖入れていきたいと思います。まあなんかこういうスティックのものしかなかったから普通だと大さじ、まあ半分ぐらいかな。半分ぐらい。ほんで塩は小さじ4分の1ぐらいで大丈夫ですか。あ、じゃあもうほんの少しですね。ほんの少しでございます。まあ、はい、ピラ、はい、はい、いい感じでございます。はい、ここで15分。油入れるんちゃん先に。あ、油入れるか。はい、それでは最後に、まあ、このヘルシーリセットを入れていきたい。いやいや別にヘルシーリセットじゃなくて油ですね、何でもいいですか。はい、何でもいいので油入れてください。油はこれに対して、スプーン大さじ1杯と半分で 1.5 ってことだね。はい、いきますよ。いきまんこー。わわんはい、はい、はい、わー、わっしょい、わっしょい、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、わっしょい、わっしょい。はい、ってことで混ぜました。あー、もうとてもいい感じになってもらいましたね。全然一切ダマも何もない感じ。ブラシちゃん頑張ったわね、また。ほんで、はい、ほんでこれを焼いていきたいところですが、はい、このまま焼かずに15分寝かせつけてあげたいと思います。どうやって寝かすの。このまま置いとけの。バーユーバーユー好き。じゃあこれで15分間ね、待ちます。ここに置いて待ちましょう。はい、みんなで準備で最高じゃない。ポン。はい、15分経ちました。立ちま立ちま、いや、それでは火をつけて油を塗っていきたいと思います。塗りまん。それでは焼いていきたいと思います。コーヒーの機械が動き始めたので驚くことなかれ。はよ、行き過ぎやろ。それはもういっぱい出た。それではブラスさん、はい、火を着火してください。あ、ついたんじゃん。あ、ついた。 You raise me half to more than I can。 早焼け。おお、はい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 、で、はいはい、もうこういう感じやわ。イメージとしてはここにちょっとこう分かる、ブクブクが出てくるねんけど、まあ出てこないけど大丈夫よ。後ろがちょっとほんのりこう焦げ目がつくというか、そうね、ちょっときつね色がつくぐらいが美味しいかもしれません。あ、ゆんちゃんちょっと待って、はい、なんか違うよな。なんで違うんやろ。なんかもっと柔らかいイメージやねんけど。じゃあやっていきたいと思います。2枚目。そうよ、そう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 、このブツブツ、このブツブツが欲しかったの。いけたんちゃう。できたっぽい。はい、あ、ビニー、ビニーになってるわ。ガンガン焼いていきたいと思います。これがまるでやったようにして。いや、ダメでしょ。できた。最低。最低。最後のやつ。イエーイ。どう？うん、ストップ。食べまーす。うますぎる。何やこれ。甘く蒸し器を使ったと思えないぐらいの肉なんだけど、意外とね、これみんな油めっちゃ使ってるって思うけどさ、ここ一番最初のやつは引いたけどさ、それ以降はそんな引いてないくてできてるから、油々しくないやんか。うん、すっごいさっぱりしてるし、子供作ったら喜ぶわ。これ普通にね、作ってあのいちごとホイップクリームやったら、うん、普通のちゃんとしたなんかクレープっぽい感じにもなる。あー、もう減量中やけど私これ食べちゃう。練乳が合うんですよこれ。結構こういう風にねかけて、で折って、折って三角にします。こういう風にね。
太れ太れはい、ということで皆様どうでしたか。そんなに多分難しくないよね。まあそうでございますね。そんなに今日はこれは難しくはないものと思いますけどもね、私は、うん、最初はちょっとグダグダしてましたけれども、えらい時間かかるもんなんかなと思ったんですけど、そんなに時間かかることもなかったし、まあ皆様もね、ぜひ食べ物をね、大切にして、どうぞぜひぜひ作っていただいて食べていただきたいなと。私は基本的にはいつも食べるんですよ。これ今日は減量期やから食べられへん言うてるんですけどもね、以上現場からお送りいたしました。